杉並区では任期満了に伴い、失礼しました、中野区では任期満了に伴い6月10日に中野区長選挙と中野区区議会議員補欠選挙を実施します。これに伴い今月21日土曜日午後2時から中野区役所で立候補予定者の説明会を開催します。内容は立候補手続き、選挙運動などについての説明となっています。立候補を予定している人は必ずこの説明会に出席しなければいけません。詳しくは中野区選挙管理委員会までお問い合わせください。